動脈硬化を守る、魚缶とナんと、類。あの、我々、日本人が亡くなるときにですね、まあ、心筋梗塞とか、脳梗塞とか、まあ、心臓病、いろいろ病気があるんですが、そのもとはやはり動脈硬化が講じていろいろな病気になるんですね。それで その動脈硬化が起こるとですねあの悪玉コレステロールが多すぎて血管壁にたまって動脈硬化が起,きる起こるんですね。でそれが血管病の原因になるんですがこの血管壁にたまったコレステロールをですね引き抜いたり傷んだ血管を修復したりしてくれるのが善、まあ、玉コレステロールなんですね。でここのの悪玉玉をを減らして善働きを良くすることが まあ、血管病の予防になってそれに効果的な食材というのは、まあ、魚の缶詰例えばサバ缶とかいわし缶とか酒缶とかですね、えー、魚が日本は豊富ですので、えー、缶詰で新鮮なうちにすぐ食べられますのでね酸化しないで済むじゃないですかそれからナッツ類ですねあのアーモンドとかピーナッツ類とかナッツ類もですね非常に効果的だとですから皆さん やはり健康を管理したいと思ったらですね、まあ、お肉も美味しいですけれどあの意識してですねこのサバ缶とかナッツ類を食べるようにするということで自らの健康は自ら守るとそれからその血管力のチェックリストとしてここにに書いたらみたいたたみ体重が増えたとかタバコを吸うとか運動の習慣がないこれはやはり異常に動脈硬化が起きますよねそれからまあ魚より肉を多く食べている脂質が多いということですね。 それから牛乳、チーズ、バターなどの乳製品が多い血圧が高くなっている血糖値が高め、まあ、このうちもう2つ当てはまればもうかなり動脈硬化が起きていると思った方がいいわけですね必ずまあ20代、30代、40代大丈夫でも50代、60代、70代になるとこの動脈硬化がどんどん進んでまあ心臓病とか脳梗塞とかですね取り返しのつかない病気になりますねですからこの元の動脈硬化にならない 血管を正常に保つという意識があるかないかでその人の人生は変わってくるかと思います、えー、サバ缶はじめですね缶詰類、魚の缶詰類とナッツ類この辺を意識して食べるようにいたしましょう